今日もウーバー雑談やっていきたいと思います。今ね、ちょっと噛みかけたんですよ。ウーバー雑談。まあ、あのー、動画というかね、雑談系なんで、まあ、一応ね、ウ、えーバー、まあ、雑談ってことでやっていきたいと思います。えーまあ、やってる方もね、若干ね、いるようなんですよ。僕の、うん、動画見てくれてる方の中で。で、えーまあ、見てやってくれてる方は多分ね、共感できると思うんですが、 今ね、やっていない人にもね、えー、ぜひね、まあ、どういうものかっていうのをね、分かってもらえればと思います。で、まあ正直ね、あのー、まあ、自転車、今はまあ自転車なんですけど、まあ、自転車でやるのね、正直しんどいですよね。うん、自分はね、結構体力がまある方で、えー、今までね、 あのー、ま藤、あ、沢ぐらいまでね自転車で行ったことがあったんで、まあ、片道2時間半から3時間、まあ、途中寄り道するからまあ3時間ぐらい片道3時間ぐらいかけて藤沢、えー、まで行ったことあるんですけど、えー、それでもね Uber やるとねまた違うやっぱりねあのー ピックアップ、商品をピックアップした後に、えー、届けないといけない。で、早くかつ、えー、早くかつ、その商品がね、ちゃんとこけないで、ね、ちゃんとした形で届けないといけないってことで、かなりね、これね、神経を使う仕事なんですよ。 まあ、あの結構ね、肉体労働だと思う方も多いと思うんですけど、まあ、肉体労働なんですよ、正直に。肉体労働なんだけど、自転車からしたら。でも、神経もすごく使って、こけないようにとかやらないといけない。そういう大変なね、えー、仕事になります。で、まあ、おすすめか、おすすめじゃないかというと、まあ、自分はね、勧めてませんあの。紹介コードとか下に貼ってないですよね。 自分はね、紹介コードとか貼って、なんかね、あのそのお金もらったりとかしないんで、むしろね、あの大変なんで、別に、なんだろう、別に人をね、人をたくさん入れてね、お金稼ごうとか、そんなこと考えてないので、あの正直言っちゃうと、まあ、大変です。うん、だから、まあ、進めてません。で、えーと、紹介コードとかも全然入れてないし、 普通ねなんかなんだろう、みんないろんなとこにさあのなんかアフィリエイトみたいにさこう紹介コード入れるんだよ。でそこからなんかこう登録してなんか入ってくれて配達したらなんか、えー、キャッシュバックみたいなのが多分あるんだと思うんだけど、まあ、俺はねや、全くやってない、うんうん。だってめんどくさいし別になんかそこまで別になんか進めないかなって自分はまあ思うので。 本当にね、いいものはいい,い,いかもっていうかもしれないけど、別にそこまで進めれない状態でなんか紹介してもどうかなとか思いながらね、えー、思ってます。まあ自転車結構大変なんでね、ガチで。うん、まあでもいい運動になりますよ、本当みんながね、こう経験できないようないい運動になります。まあこれをね、あの、なんだろうな、たまに、たまにやる程度だったらね、こう、なんだろう、あの、運動もできてね、 あのお金も稼げてね、まあ、いいのかもしれません。たまにやる程度だったらね。ただ、あんまりね、あの本気でやるのはね、どうかなとは、今のところ思っております。うん、どうなんだろう。なんかね、いろんな人いたらね、なんかコメントくれればね、嬉しいんですけど、えー、自転車でや,ててやってる人、バイクでやってる人、まあ、バイクだったらどんなサイズとか、どういうのがいいかとか、 まあそこまではね、ちょっと自分は経験してないんでわかんないんだけど、まあ、自転車に限ってはね、もう坂が大変です。うん。横浜はね、やめた方がいいよ。坂だらけなんて。あの、こんな坂だらけなんで正直ね、大変です。どこも、だって坂だらけじゃん。坂ないとことかさ、あんまりないからさ、横浜駅周辺かみなとみらいぐらいじゃん。 まあどっちも海だからさ、う海だからまあ平地に決まってるじゃんって、ね、まあ当たり前なんだけど、それ以外大体坂だからさ、まあ正直大変かなとは思います。で、えー、次回、まあ次回になるかな、いつになるか分かんないんだけど、次回ね、えー、また今週のね、えー、1週間の収益ってことで、 えまあ毎週ねあの収益を公開していきますので収益収益じゃない何だ報酬か報酬を、えー、公開していきます、えー、皆さん是非ねあいつ全然稼げてないなとかさあいつどうなってんだとかさまあそう,のそういうのを思っていただければねあのいいかなと思います まあ、こっからね、えー、頑張ってね、もっと報酬をね、えー、伸ばして、伸ばして、伸ばしていきたいなと。まあ、まあ、無理はせずね、無理はせず、えー、ちびちびね、えー、伸ばしていきたいというふうに、まあ、思っています。まあ、こっから夏だしね、夏じゃないな、春だし、もうすぐ夏じゃん。暑くなるだろうっていうのもあるから、あんまりね、 あんまりこの時期に始めるってどうなのかなってちょっと疑問は正直なところありますよね。ここからめちゃくちゃ暑くなっていくじゃん。だから正直この時期に始めるっていうのはどうなのかなってまあまあ思うところはありますね。はい。ということでまあなんだろうな。 Uber まあ、今やってる人増えてきた感じはするんだけど、まあ、増えすぎるっていうのもね、うんどうかなとか思いながらね、ちょっとね、まだ本気には慣れてない感じです。自分の中でね。いやこれ本気でやるのしんどいよなとか思いながらね、まだそこまでの、まあ、レベルには達してません。まあ、動画のネタというかさ、ね、ネタにして、 何ネタにする程度。ちょっと最初の方はネタにしながら、ちょっと様子をね。まあ様子を見ながらね。ちびちびね。ちびちび様子を見ながらやっていきたいというふうに思います。またなんか面白いこととかね、なんかネタになることあればね、えー、動画でやりたいなというふうにまあ思ってます。あとはあれだね。収益、収益じゃない。報酬の公開ね。 ということで、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ということで何かね、質問あればね、コメント欄に書いていただければと思います。えー、アドバイスとかもね、いただければ嬉しく思います。ということで、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。